アビー・アハメド・アリは、エチオピアの政治家、軍人。2018年4月2日より、エチオピアの首相を務める。2019年に、その首相就任後に行った国民のための政治、特に、長年集結しなかったイリトリアとの和平を実現した、ことが評価され、ノーベル平和賞を受賞した。2021年10月、アビー・アハメドは2番目の5年間の任期で正式に、 制約されました。中南部地域に主に住むオロモ人出身としては、エチオピア初の首相。報道などでは、氏名は、アビー・アハメドと表記されることが多い。なお、アハメドというのは、生ではなく不詳であり、通常は、個人名のアビーで呼ばれる。1976年、現在のオロミア州にある、小さな村、ベシャシャにて誕生した。父親は、 オロモ人のイスラム教徒である一方で、母親はアムハラ人のキリスト教徒であり、幼少時には革命を意味するアビオットという名で呼ばれていた。アビーの父であるアハメドアリはムスリムとして4人の妻を有した。母のテゼタオルテはエチオピア正教会の信徒でありアハメドの4番目の妻だった。アビーは夫妻の6人目の子にして末っ子だった。アビーの妻の名は ジナシュタヤチョウといい、夫妻の間には3人の娘が誕生している。出身民族地域のオロミア州で、初等、中等教育を受けた。その後、公実する、反政府運動に参加した後、政権交代後の国軍に勤務しつつ、首都のアジスアベバにある、マイクロ情報工学大学で学位を得た、2001。その後も、アッシュランド大学 MBA などの学位を得ている。また、 政治の世界に入った後、アディス・アベーバ大学において、地元地域での宗教対立による紛争を題材に、した研究で博士の学位を得ている。10代の頃に、当時の政府に対する反政府運動を行う、武装組織であったオロモ人民民主機構に参加する。当時の反政府組織の多くは、北部のティグレ人であったが、オロモ人でありながら、 ティグレの言葉を短い時間で覚えたことで、ティグレ人が多数派である反政府運動の中でもその存在を表した。軍事政権崩壊後の1993年以降、新政権国軍の情報インテリジェンス関係の職務に就く。1995年には、虐殺事件後のルワンダの国連平和維持活動のメンバーに選ばれたこともあり、 エチオピア・エリトリア国境紛争や地元の宗教、対立紛争でもインテリジェンス活動を行ったにまで、昇進後に2010年に軍を退役する。2010年にエチオピアの国政選挙において、下院の国会議員に選ばれた。議員になる前から、オロモ人の地域に属するジンマ地区でのイスラム教、キリスト教の対立による衝突を解決することに、尽力。 両者に和解を呼びかける中、解決のための機能を持つ平和のための宗教フォーラムを創設する。2015年にも会員の国会議員に選ばれ、その年には政党であるオロモ人民民主機構の主要メンバーにも選ばれており、同年10月には科学技術大臣に就任した。2016年10月、大臣職から離れて国会議員のままオロミア州の代表行政官に、 就任した。同州において、土地、投資改革、若者の雇用問題、土地買い占めなどの問題に取り組み、2017年には、政情不安によって、ソマリ州に住む100万にも及ぶオロモ人が、国内避難民となって流入した時も、その対策に取り組んだ。2017年10月には、オロモ人民民主機構の事務局長に就任し、国民の間の宗教、 民族の対立をなくすために国民の3分の2にあたるオロモ人とアムハラ人の間の連帯の形成を築くことに努めた。このような中、アビーは多くの国民から広く人気ある政治家として知られることとなる。2018年2月に当時のハイレー・マリアム・デサレイン首相は首相職と与党勢力の代表を辞任した。そして次期首相は 与党連合を形成する4党から与党勢力代表として選ばれることとなった。4党の関係者の様々な駆け引きや議論の後、3月27日にオロモ人民民主機構より代表となったアビーが与党勢力の代表に選ばれ、4月2日に首相に就任した。アビーはエチオピアの最大民族であるオロモから出た初めての首相である。 2018年4月2日に首相に就任後、就任演説でエチオピアの国や国民の統合を呼びかけ、エチオピア・エリトリア国境紛争後も緊張が続く、エリトリアとの関係改善に向けた対話路線を表明したことから、国内での大きな支持を得た。まず、政治反射法や抑圧的制度の改正などを実施した。同年6月には、 エチオピア航空も含む多くの国営企業の完全、もしくは部分的な民営化を行うことを決定した。また、外交面では、内陸国であるために、近隣国の港湾へのアクセスを重視し、ジブチ国のジブチ港やスーダン国のポートスーダン港や、ソマリランド国の港への港湾投資への参加を、それぞれの国と合意した。そして、 ヘッチオピアにとってもう一つ重要な近隣国で、港湾を持つエリトリアとの和平が実現すれば、エリトリアの港湾を利用することが可能となることで、ジブチに偏った港湾利用の改善にもなり、エリトリアに隣接するエチオピア北部のティグレ州の発展にも寄与できることが期待されていた。1993年に長い戦争を経て、エチオピアから独立したエリトリアであるが、その後も、 両国国境にある町場止めの領有などの問題を経て1998年より2000年までの間、両国の間でエチオピアエリトリア国境紛争が発生し多くの犠牲者や難民が発生した。紛争終結の際、国境の場止めの帰属問題について両国はアルジェで2000年に合意した内容に沿って調停をハーグ国境委員会に頼んだ結果、同委員会は エリトリア貴族と決定した。しかし、エチオピア側は、アルジェでの合意があったにもかかわらず、委員会の決定に反対し、町を選挙して譲らなかった。また、両国の衝突発生も続いていた。しかし、アビー首相は、2018年6月、まずバドメの貴族問題について、2000年、アルジェ合意によって調停したハーグ国境委員会の決定に従い、 バドメを譲り渡すことに合意すると宣言することで、エリトリアとの和平への一歩を示した。6月20日に、エリトリアのイサイアス・アフェウェルキ大統領は、アビー首相の和平にかかる考えに合意し、自国の外交団をエチオピアに送ることを示し、26日に20年ぶりにエリトリア外交団がエチオピアを訪問した。そして、2018年7月9日、アビー首相は、 エリトリアを訪問、首都アスマラにおいて、イサイアス大統領と首脳会談を行った。両国の首脳会談は20年ぶりであった。翌日、平和友好の共同宣言に署名した。この歴史的和解には、エリトリアのアッサブに、初の海外軍事基地を設置したアラブ、首長国連邦の関与もあったとされ、24日に、アビー首相とイサイアス大統領は UAE。 最高勲章の在位ド勲章を授与されている。2018年9月16日、サウジアラビアの仲介により、アビー首相はイサイアス大統領と共に、ジッタ平和協定に署名した。2020年6月14日、ソマリアのモハメド・アブドライ・モハメド大統領と、1991年からソマリアに対して、反独立状態にあるソマリランドのムセビヒアブディ、 大統領が行った歴史的な首脳会談を主催国ジブチのイスマイル・オ・マルゲル大統領と共に仲介した。2018年6月23日に首都での一般公開による首相参加の政治集会において手榴弾が投げられて首相は無事だったが2名の死者と多くの怪我人が発生した。また北部テグレ地方を基盤とする既得権力を持った ティグレジン側のアビー首相に対する反発が存在し、決して無視できない状況である。2019年10月23日、オロミア州で実施されていたアビーへの抗議デモが、暴動へと発展。デモの発端は、アビーの元名誉で、民族活動家のジャワル・モハメドが、治安部隊によって、自身への攻撃が格索されていると発表した、ことだった。アビーは、前日の十二日、 演説で外国人とエチオピア旅券を所持しない人々に向けてエチオピアの平和と存在を脅かすならばいつでも行動に移ると発言しておりこれがアメリカで実業家として活動しているジャワルのことを指していると受け取られたアビーはジャワルの主張を否定しているこの暴動の死者は60人以上の惨事へと発展した2019年12月 アビーによって反栄党がエチオピア人民革命民主戦線の後ろ身として結成されるもエチオピア人民革命民主戦線に参加していた4党の内ティグレ人民解放戦線のみこれに参加しなかった2019年10月11日ノーベル賞の選考委員会はアビーがノーベル平和賞に選ばれたと発表したエリトリアとの和平を実現したことが評価されたものである 12月10日にノルウェーのオスロで開催された授与式では自身のパートナー平和における同志としてイサイアス大統領の名前を挙げ代理として受賞するとスピーチした2020年エチオピア北部のティグレ州のティグレ人民解放戦線との間で圧力が高まると同年11月5日アビーはティグレ人民解放戦線が政府軍の基地を攻撃したとして 海戦を宣言した。ティグレ人民解放戦線は、隣国のエリトリアがエチオピア政府軍を支援していると主張しており、エリトリアの首都アスマラの空港も攻撃した。同年11月8日には、陸軍参謀長、外相連邦警察長官、情報庁長官を交代させている。軍事衝突により、2020年11月22日までに、 民間人を含め数百人が死亡。4万人余りが悲鳴化する中、アビーはティグレ人民解放戦線に降伏する要最終通告を実施。同年11月26日、通告期限が切れたとして、州とメケレに対して最終構成を開始するよう軍に命令を行った。28日にはメケレを制圧したとして軍事作戦の完了を宣言した。 2021年3月23日、アビーはこれまで否定してきたエリトリア軍がティグレ州に展開している事実を認めて、翌4月にエチオピア政府はエリトリア軍の撤収を発表した。ありがとうございます。